こんにちは、リピさん。今回もいろいろとお世話になりました。従業員募集の件ではね、本当にいい形でまとまっていただいたみたいで、まあ、今後ね、えー、上手にやっていくところが、まあ、いろいろとあると思いますけども、えー、本当にね、うまくいくことを期待しておりますので、これからもぜひね、よろしくお願いします。何か、あの、また別の用事がありましたらご連絡いただければと思います。え、どうで、暗号通貨のことなんですけども、暗号通貨業界ね、ちょっとこう、 低迷ししてててそれでいて安定したかなっていうところがあるんですよ、ね、まあ具体的に言うとビットコインが300万前後ということでまあしばらく推移してるかなとあのー、イーサリアムもそうですよね20万前後で推移してるかなっていうところなんですよでこういう時って結構今までもあったかなと思うんですよ 例えば、ビットコインが10万円前後でずーっとね、推移していた時きとか、30万前後で推移していたとき、100万前後で推移していた時とか、もう終わったんじゃないかなっていうふうに、それぞれ言われていたんですけども、そこで仕込んでいた方が、あの、大きくうブレイクしたときに、まあ、巨万の富を得たみたいな感じですかね。で、以前、イーロン・マスクさんが、ビットコインを大量購入したときに、やっぱり700万ぐらいまで突き上げたわけですよね。まあ、さすがに影響力大きい人だなと思いますよね。<laughs> あのキスのジーン・シモンズさんがカルドネイダーを買った時もまあ、ちょっとねにわったんですけども価格に反映されてるほどじゃなかったのかなと思うんでまあ、やっぱり一ミュージシャンが何かをするよりも起業家として自分自身の資産を投じてやった人の方がインパクトがあるのかなーって気はしますよねまあでも何がどういう風に結びつくのかってことは分かりませんのでやっぱりここで一つ言えるのは投資は余剰資金でやることかなと思うんですよまあ今ね私 NFT にも関わってるんですけども暗号通貨ブロックチェーン NFT これって今そんなにね 一時期ほどマーケットとして、なんか大きくその割合を占めてるわけではないんですよ。むしろ縮小してる方なんですよね。だからこそ、この縮小した時に底値買いができるのか、それとも底値買いと思ったら、それがもうオワコン化の前兆だったのかってことをやっぱり見極めることは非常に困難なんで、余剰資金をそこに避けるかどうかっていう勝負になってくると思うんですよ。 で余剰資金がない場合はこねだと思ってもそこで買ったものがね塩漬けになってしまえば知名弾になりますし余剰資金で購入すればこそそこに底値買いをしたことも忘れてしまっていつか大きく値上がりした時になんかたまにウォレット開くとあれびっくりしたこんなお金ったんだみたいな感じでまああのね濡れてに泡が成功するみたいな感じじゃないですかねだから余剰資金がない限りはうんやっぱり余剰資金を作るための活動を日々コツコツすることってすごく大事だなと思うんですよ だから投資で一山当てるっていうのはそもそも生活が成り立っていて余剰資金がある状態っていう前提があるのかなと思います生活がままならない状態で余剰資金もないのに投資はするべきじゃないなって本当に繰り返し感じますよねでそういうふうに余裕がない人が投資をやった結果ビジネスを何かね何、えー、かやった結果うまくいかない時によく人のせいにするかなと思うんですけどもその思考がもうすでにうまくいかない人のね 思考そのものなんじゃないかなというふうに今までの自分の人生を振り返ってね思うわけなんですよね。やっぱり自分でその時は分からなかったことをこういうふうに俯瞰してみるとああの時にこういうふうな勘違いしたんだなってことをよくよく身にしみますね。もちろん私以外の他の方はもっともっと優秀な頭で、まあ、そんなことはね100も承知やってるんでしょうけども、うんまあ、でもここまで本当にやってこれてよかったなってところありますね。 これからの、ね、情報発信は欠かさずやっていこうと思いますので、うんまあ、これにごよろしくお願いします。ありがとうございました。どうも <laughs> まとまりのない動画になってしまいましたね。